建築情報学チャンネルです。いよいよ始まりましたよ。はい。もう、えっ、ー、と、でも、ちょっとやっぱり最初に、えー、説明しないとわかんないんですよね。 そうですね、その建築情報学とか、チェーンキ情報学会とか、教科書とか、チャンネルとか、いろいろ動いてるんで、その辺、今、どんな状況なのかっていうのは、まず、最後に書いでご説明した方がいいんじゃないかなと思います。はい、まああの建築情報学会っていうのは、実はまだ発足しておりません。<laughs> で、うん、いやでも、今晩<番>、えー、発足のアナウンス。でも、まだまだない状りですね、はい、で、 えと実際に僕たちは建築情報学会というものを作ろうっていう運動を始めたのはもう3年ぐらい前からでいろんなシンポジウムをやったりとかいろんなところで原稿で書いたりとか、えー、としながら建築情報学会っていうのの必要性みたいなものをだいぶ言ってきました。でただ、えー、とその中でじゃあその形はどうする,するのかっていうことをまあ一方でいろいろこう 思い悩んでき、えー、たっていう感じでして、でとりあえず、あのまあ、他にもいっぱいいろんなやりたいことあるんだよね、あるんだけども、えー、と一つは、えー、みんなに建築情報学っていうことを、えー、スタートしてもらうためのなんか入門書みたいなものが欲しいよねっていうんで、それはそれで動いてる。えー、それはそれで実は今一生懸命、えー、編集中で えって言いながら僕と豊田さんはあんまり仕事してなくて、えっと、投げてやってもらってるんだけど、えー、やってると。でもう一方で、まあ、もちろんあのよくあるオーソドックスな学会の形を,を作るというのもそうなんだけど、まあ、そうじゃなくて、えー、もっと SNS 的に広がりを,を作りたいですよねっていうんで何をしようかっていうんで始めたのがこの建築情報学チャンネル。そんな感じででいいですか そうですねあのどれくらい分かっていただいている方が聞いているか分からないんですけども、まあ、そもそも建築情報学っていうのは、そもそも建築学の中に今、存在してないので、そんなもんいるんじゃないかと、今のデジタル技術がいろんなところのプラットフォームになっている時代の中で、教育でそこをそもそも教えてないのおかしいじゃんっていうのが、まあ、10年以上前からずっと疑問としてはあって。 じゃあそれを学科として研究室として建築の教育の中に組み込むためには、そもそも建築情報学なるなも体系が成立しないと成立しないし、じゃあそうなると建築情報学って何ぞやっていう基本がないといけないし、じゃあそのために建築情報学会みたいな学会がないと論文も出せないし、研究もできないし、授業も持てないしってことになってくると。で まあ建築情報学って旧体依然とした体系に入れる必然性ないかもしれないんですけどでもまずそこに基礎があった上で新しい可能性とか,そう,いかそういったものも、えー、広げていけるんじゃないかっていうのが、まあ、ベースですよね。その上でじゃあ,まあ学会始めようと学会立ち上げるっていうところからしか始まらないんじゃないかっていうのとあと教科書を作んないといろんなとこで基本の教建築情報学概論とか作れないじゃん。 っていうので許、許可書も作ろうよって話が今、パラレルに動いている状態です。そうですね。学会の立ち上げは今、まあ、道半ばというか3合目ぐらいでで,できれば来年前半ぐらいには本当に学会としてローンチしたいとは思ってるんですけどもまだいろいろ法的な、ね、法人格をどうするかみたいな話も、えー、議論しているところです。 でまあ、徐々に徐々に手伝ってくれる人を、えー、おととしのシンポジウムの連続のコアメンバーみたいなところを中心にして今、広げているところで,でそれの議論とか皆さんの意見をこう注意喚起を広めるためにもこういうチャンネルを広げようっていうのが今これですよねで、まあ、当然建築情報学、建築情報学ってなんだよって話になるんだけど。 えっと、それ僕が話してもいいんだけどここで1時間しゃべんなきゃいけないから <laughs> えでも建築っていうのも非常,に、まあ、非常に広く社会的で大きな概念だし情報もそうで、えー、ただその情報学っていう的な観点からこの建築ってい広いところを見出すと今まで僕たちが思ってた建築学っていうのと相当こう違うものがあるんじゃないかっていうのがベースの思いなんだと。 思うんですただそれが何だっていうのは結構今まだ固まってないに決まってるし、えー、それこそ話していくのが建築情報学会じゃないかっていう気もするんでこのチャンネルでも、えー、と最初にそこをきちんと定義するというよりは、えー、とそういうことに関係があるいろんなところをみんなでこう話していきながら徐々に建築情報学っていうところに持っていきたいなというふうに思ってるっていう感じだと思います。 はい、で今日がその第1回ってことで、えー、これからこう今日は僕がホスト役で、えー、豊田さんをゲストとして呼んで、豊田さんそろそろあの後ろビデオにしてもいいですよあの、えーあの。ビデオにすると電源食っちゃうんで、ちょっとやめいろいろ聞こうかなと思ってます。で えっとトロさんの自己紹すみません、ちょっとその前に、あの教科書の方の新うの進展状態もはいざっくりと共有していきたいんですが、はいはい、さっきの学会立ち上げグループと今、教科書を立ち上げるグループが今、並行して動いていて、教科書の方は、えー、リクシル出版さんから、今、ちょっと話題になっていますが、リクシル出版さんから、えー、どういうタイトルになるか分からないんですけども、えー 建築情報学のあり方実態をそのまま体現するような形で、えー、年内には出せる前提で今結構もう原稿も集まって進んでます。で、教科書自体もいわゆる建築情報学概論的な授業もそれでできるという体裁にしつつ建築情報学、さっき池田先生もちょっと触れたみたいにその定義がよく分かんないと。建築の中を横串で通すものでもあり得るし。 建築の外のいろんな AI だ、えー、こう自立走行だ、都市計画だ、いろんな領域とつながる駆け足というかプラットフォームになるべき領域なので、そういう領域をこう横断するような、外に広げるような方からもいろいろ寄稿をいただいて、建築情報学っていうのがどういう可能性でありうるのかっていう議論をまず投げ込むような体裁のものが今。 えー、教科書書籍チームでもう編がだいいぶ進んでいますそれと並行して、まあ、年内にオープンすることで、まあ、建築情報学というものが一般的にこう学校で教えられて実務社会の中でもそういう専門性がある程度認知されて、まあ、建築外の人とか内の人とかをいろんなジャンルの人たちがデジタル技術とか、えー、ロジックとか、えー、サイエンスっていうものを足がかりにして 横にもう一回つなぐっていうプラットフォームができるだろうと、それを今目指してるっていうことですねアカデミックなコミュニティを作って、でそれは若い人をえをきづけることにもなるし、えー、こうかなりこう専門的にとんがったことをやってる人たち、えー、をこう位置づけることにもなるし、いろんな人の間で意見交換することにもなるしっていうような感じです。 そうですね、今、学会立ち上げチームと書籍チーム、徐々に徐々に人がどんどん増えて、関わってくれる人が増えてきていて、みんなボランティアベースで動いてるんですけども、えー、このチャンネル自体もボランティアでいろんな方がやっていく形になりますし、えー、むしろそこ、関わっていただける方を、これからどんどん広く募っていきたいというのも含めて、えー、まこのチャンネルを通じて、見てくれた人を通じて、えーっと、どこにどのぐらいそういう人がいるのかとかいうことが分かると、とってもいいことですよね。うん あと建築っていうことにあんま専門じゃないけど、なんかその領域にビジネスチャンス感じてるとか、えー、相関性感じてるっていう人も、こういうのを入り口にして、あ誰に聞きゃいいんだなとか、どういうジャンルに食いつきゃいいんだなっていうのをなんとなくイメージしてもらえるようなことにできるだけしていきたいと。中で言うと、5つ、いろんな実務とか、産業実装みたいなことも、えー、しっかりプラットフォームにできればなというのが、この学会のポイントになりますと,ということですね。 で、えー、じゃあ、そろそろ行ってもいいゲ、はい、ストトークの方に。はい、<laughs> 今多分今言ってることにつながってくる話だと思うんだけど、まあ、そもそも豊田、えー、さんのこと知ってる人も多いけど、えー、僕も,もあ,のある程度昔から知ってるんだけども、もやっぱり僕からすると豊田さんは、えー、とペーパーレススタジオのある意味では、 えと出身者の一人であってこの建築上学ももちろんさかのぼるももっといろいろあるんだけども特にこの20年ぐらいの動きの中ではコロンビア大学ペーパーレススタジオあれ99年から年いやもっと前からですもっと前から僕らが2000年で最後なのでほとんどあそうかで、うん、90年代っですり 最初は東大で安藤さんで、そこに行ってからが多分デジタルのへ、えー、の道だと思うので、ちょっとその思い出話、聞かせてくんない思い出話、はい。<laughs> えー、そうですね、えー、っと、いきなりあの全体の話からこっちに飛んじゃうんですけど、一応、掲載としてこのチャンネルは、うんえー、ホストがゲストにいろいろ適当なことを勝手にパーソナルに聞いていくっていう掲載をしていて、今,い今やってるこのスタイルでね。うん、はいで。これからどんどんゲストを入れ替えていくんですけども、 えーと今日はそういうい質問なんです、ね、<laughs> 僕一応大日本で大学出て日本でアンド・タドー建築研究所でもういわゆる T 定規と勾配定規で実施設計図を全部書くみたいなことでがっつりやってたんですがそれから突然当時コロンビア大学がベアバーナード・チュミの、えーのディーンシップあの学部長をやっていた最後の本当に最後の数年のきり時期だったんですけども。 趣味が大学、コロンビアの学部長になってから、もう本当に最先端だったんですけど、このペーパーレススタジオって、その紙使うなと。全部コンピューターの中でデザインからこ、もうプレゼンテーションまで完結しろっていうのを、90年代前半から2000年代。25年前だもんね。もうすごい早いですよね。うん、もうずっとやっていて、それの最後の時期に僕はコロンビアに行っていて、そうですね、僕の一個前にライズマの斉藤さんがいたりとか、 あの辺の結構日本人も結構多かったんですよねそうそうそこが面白くてなぜ僕が今この話を出しているかというと今やっぱりいろんなところでこの建築情報学的な活躍をしているデジタルアブリケーションの活躍しているやつをたどるとものすごく当時のペーパーレススタジオ出身の人間が多いわけですよそうなんですよ中身、うん、のペーパーレススタジオ出身の人が第一世代で世界中の学校に散らばって うん、でいろんな国の大学のデジタル系スタジオを最初に教え始めた人って、まあ、本当にそこの第一世代を育てたっていうだけで、もう趣味の価値って本当にすごいなと思いますねまあなんで、やっぱりその思い出話みたいなこと、なんで聞きたいかと思ったかっていうと、やっぱりこの建築情報学のね、最初のところでやっぱり、なんかそのイニシエーション、若いやつがやっぱりそういうイニシエーションを受けるってことのこう強さみたいなものが。 あるんんじゃなないかかと思っってそその話を聞きたかったんだけどそうですね僕の場合安藤事務所でも徹底的に手でやっていてでそれはそれでものすごくいいトレーニングになったし今あれがなかったら今やってることも逆にできなかったとも思うんですけども同時にやっぱり日本の伝統的な政党教育のど真ん中だったので。 やっぱりなんか違うものの可能性があるんじゃないかっていうので、教育方法がすごく違ったコロンビアに行ってっていうのは、でも行くまで何のこと、何やってるか全然分かってなかったですね。行ってみたら、僕、もう安藤事務所の時代、コピーすらさせてもらえない事務所だったので、それが行くと突然。コピーってあの、ゼロックスマシンでしょ <laughs> あの安藤事務所、コピー禁止なので、<laughs> 事務所に黙って自費でローソンにコピーに行く事務所なんですね。<laughs> なので、これをこ,こんな公開で言っちゃっていいのかな <laughs> <laughs> でもそういう事務所から突然、こうね、CAD すらも使わないで、マヤでいきなり設計するみたいなことやるじゃないですか。うんうん、で、マヤとプレミアと、じゃあ、アフターエフェクトで設計をして全部プレゼン作れみたいな話で、いきなり行くと、ブレンドシェイプでブリンブリン、こう、ものがアニメーションでくっついてるわけじゃない、動いてるわけじゃないですか。まあ、それはカルチャーショックというか、びっくりしましたよね。 結構でも賛否両論だったっていうのもよくわかってるし、えー、一方でその賛否両論の中の一つにはそいつらがじゃあ建築家になったかっていうと建築家にあんまりなってないかもしれなくてさっきの大沢の斎藤さんじゃないけどすごくいろんな分野に結果的には飛んでったじゃないですかそうですねそういう意味では,ではノイズさんも寅さんのところもそういう意味ではどこまで建築事務所っていうその境界分野になっているっていうところがもう一個 ポイントじゃないかと思うううんんだけどどそそれはどう意図的にそうしてるんですかあの一応僕あの公にいつも僕建築のど真ん中やってるつもりなんですがっていうのは言ってるんですが <laughs> 教会をやってるつもりは毛頭なくてですね、うん、僕がこう言ってるところに建築分野がついてきてないだけっていう,こう言い方するとすごい上から目線なんですけども <laughs>、えー、いやこれはど真ん中の建築のはずなんですよどね、うん、でまあそれはちょっと置いといてもな,な,なんていうのかなでも例えばイベ,イベントのさなんか えっと演出とかさそはいはいはい。あるいはその本当にこうファサードの動くファサードだけとかさ。そうですね、まあ。プログラム納品だけとかもありますからね<で>うちでもそうですねそのコロンビアのペーパーレススタジオが面白かったのはそのも,のものイコール建築であるとか図面っていうものを経ないと建築にならないみたいなそのもの縛りっていう情報 前提を覆い自由にしてくれるというか情報の高次元の構造を扱えば全て建築であるとでそれがもののレイヤーである必然性はないみたいなことを多分彼ら教えてる側もそういうふうに明確に言語化できてなかったと思うんですけどもうん,、うん、なんかその可能性をみんな共有していろいろやってたなとさっきみたいなソフトウェアを中心にやったら結構そ,それだけじゃなくてもっとそれによって起きる社会的変化みたいな広がりまでが 結果的に共有されたとそうでですね、うん、でもまあ結果としてさっき池田先生おっしゃったみたいにコロンビア出て優秀なやつって当時建築設計事務所に行かないんですよみんな、うん、ハリウッドとか CM の CG 撮影とか、えーまあ、そっちの方が断然金いいしステータスも高いので優秀なコロンビア出身のやつに限ってみんな映画産業とか行っちゃうんですよねゲーム産業とか。ででもそれはそれれは建築っていう領域の幅を むちゃくちゃゃくく広げててれたっていうのもあるしなんか結局コロンビア出てブルックリン周辺で自前で NC ルーター借りってもレーザーカッター買ってガンガンファブリケーションスタジオやってるみたいな2001年2年でもういっぱいいたので彼らがコロンビア出身で。 ファブリケーションやってる連中が周りにいるから、いろんな家具を作ったり、インスタレーションを作ったりっていうのが、もう通過でできるみたいな環境がやっぱり20年前にあったって、すごいことだなと思いまショップなんかはやっぱりそういう中から出てきたっていう、まさしく感じたんだよね。そこからの必然としての最初の世代ですね。ファッショップのパートナーみんな趣味の最初のジェネレーションなので。で、まあ、そろそろ思い出話からもうちょっと先の。やっぱりその辺を見てて えー、豊田さん的にはもうこれむしろこれから、えー、今、さっき言った建築のど真ん中そのものが変わってっていうそういう思いがあるんじゃないかと思ううんだけどそうですねアメリカはやっぱその辺の変化とか新しい見えないものに投資するっていう感覚が社会的に共有されているところがあるのでそこにちゃんとチャージもできますし。 えー、それに対して社会も応援してくれるというか価値を見てくれるところが土壌としてあるんですけども日本はやっぱりそこの社会の受け入れる側のバックグラウンドが少ないところはどうしてもあるのでそこをもっと早く変わるんじゃないかなと思って帰ってきたんですけど意外食堂っ,かかっ,っ,、ね、っていうかさビジネスモデルっていうかさその一体こう何が、えー、と仕事のスコープワークなのかって。 いう、その辺に対する、まず、考え方の違いじゃないですかね。うん、それはそう思います。で、うん。それと、この建築情報学っていうの,の、の提唱っていうのは、やっぱり、かなり関係がある。そうですね。なんか、建築界の中ですら、その。 旧来型の,その図面にかけなきゃ建築じゃないとか、物でなきゃ建築じゃないっていう常識を、たがを取り外すのに、ものすごくこんなに時間とエネルギーがかかるのに、発注側とか、施工、まあ、施工は建築の中ですけど、えー、使う側とか、えー政治まあ、法制度を整備する側とか、そっちの人たちもそこを自由になってくれないと、本来の価値出ないわけじゃないですか。 うんまあ、そういうものを共有するために、やっぱり僕も帰ってきて、2007年、8年に帰ってきて、それを切り開きたいというのはずっとやってきてるんですけども、やっぱりもう、社会全体にその価値が共有されて、いろんなところにそういう人が、それこそコロンビアがいろんな分,離分野に人を教室したみたいに,にならないと、本質的な変化起きないなっていうのは、やっぱり痛感するので、そういうものを共有する体系としての建築情報学っていうのは、僕は個人的にはすごく意義としては感じてます。 一方で、まあ、今、もう今度こ、スマートシティだとか、デジタルツインだとか、いろいろそういう意味では、別にこの建築の問題じゃなくて、あ今度、このコロナの問題なんかもそうったら、そういうの一部かもしれないけども、社会自体が、まあえー、いわゆる情報化っていうことをまあもっと一段超えた、えっと、ところに行きつつあって、それと多分、 あのー、今の職能の話みたいなものが関係があってっていうような感じなんですかね。そうですね社会自体もやっぱり、うん、ど,うどういうことなんですかねでも明らかにこう例えばコロナの後にリモートワークみたいなものをどうシステムとしてサポートするかとか50%しか出勤できないオフィスの 出勤率だけじゃなくて、席の関係性とか距離をどう物理的に担保しなきゃいけないかみたいな、これまでエクセルで管理できてきたことと、空間的なこと、距離的なこと、移動の積分みたいなことを、同じレイヤーで管理しなきゃいけないみたいなことが突然起こってるわけじゃないですか。あれって多分、その、ビムだけでもないし、ただの勤怠管理だけでもないし、自動自立走行だけでもないし。 ね、そういうものを空間的に情報的に統合するプラットフォームが求められているみたいな状況が突然顕在化しているという多分、建築情報学的なものとか、えー、スマートシティって言ってるようなもののより広範囲に影響を与えるようなもののニーズが劇的に今高まっているんだと思うんですよねで。そういう意味では建築情報学が急激に求められているっていうか,なんかニーズが顕在化している状態だと思うんですよ。時代が来たでこの,、ね、この,この実はロゴ出るとね

あと10分。これがあと10分のワーニングですね。すまん、俺があのちゃんと認識してなくて。まさしく、あの今そういう意味では、こういう,う社会の中で、建築情報ワークみたいなものの役割は、ますます大きくなっていくんじゃないかと思うんですけども、えー、とそういう意味では、あのなんていうか、ね この建築情報学会としてはこのあとそれをさっきも一応僕たちいろいろ考えてるんですみたいなこと言ったけどどういう方向としてやっぱりやっていかないといけないのかっていうことについても聞きたいんだけどまああのつまり実はいつもいつも議論してる話ですよね、うん、実はちょっと誘導尋問だけどまあ逆に建築の中に閉じてやるんだったら建築 建学の下に建築情報学会を置くんではないみたいな話をいつもしてるじゃないですか、その辺についてもちょっともも思いを聞かせてほしいんだけどそうですね、まあ、ぼもう僕だけでなくてこの、これに関わっていただいている人それぞれにこの辺の思いは、えー、あると思うんですけど、さっきちょっとこう中の人としてあと10分ですって言ってくださった山田さんとか。 <laughs> もうね、むしろ建築学会の建築情報進歩とかど真ん中でやっている方でうん、うん、でもそれはそれで現が既存の学会の中にあるのもすごく大事なことだけどもやっぱりそのまあ池田先生とよく言うのがこの建築情報学っていうのは建築学自体もでかい広い世界だけどそれをさらに包含するより広い、えー、領域のはずで。 で、それがあるからその外側と言われているじゃあロボティックスとか AI とか自律走行みたいな話とより親和性を持ってつなげられるんだっていう信念のもとに建築情報学ってものを、えー、ちゃんと立ち上げるべきだと。ただそれの全体像を誰かが描けるようなものですらなくてでそれでももうそこに存在してしまってるってこと自体が価値なんじゃないかみたいなのは。 すごく感じますよねよく言うのは人工知能学会ってよく僕は勝手に参照にしてるんですけど人工知能とは何かっていう定義が学会としてできなくてそれに関する本を学会の人が出していて10社重要に人工知能の定義が違うわけですねでも人工知能とは何かが定義できないけれどもその周辺の学会とか産業が今異常に盛り上がっていてそこに知見が集まっていろんな 価値を生み出してるもうそれでいいじゃんでそれに近いものが建築界であるとすると建築情報学といえそうな何者かなんじゃないかっていうのは僕はすごく思っていてなんかそれになんか場所とコミュニティと、えー、オーソライズの機会を与えてあげないと次のステップいけないなっていうのはすごく感じますね池田先生、うん、その辺どうなんですかいやまああのおっしゃってるとり、えー、僕が喋る時は今日は僕は本当トケースにさせてさい,やい,やいや 建築を勉強してきた人間が AI をどう使おうかなって言うんじゃなくて、えー、と AI を専門に研究してる人が建築というものをどう見てるのかみたいな、うん、そういう視点の方が多分あのこの建築情報学会的なんじゃないかと思うんですよ。うん、そういうものをむしろなんか建築っていうところを引力にしながらむしろ今言ったぐらいに 建築っていう引力に、この新しいこう情報のツールや技術や考え方が、こう、どういうふうに外側から寄ってくるのかが、むしろ我々の役目なのかなと思ってますけどね。うん、そうですね。なんでまあ、よくこの学会立ち上げとか、まあ、書籍メンバーの人たちを議論して言うのは。 あんまりこの明確な枠というか、ここまでが建築情報学会のうちで、その外側がこっちですよっていう線を引きたくないっていうのをよく言っていて、うんえー、そうですね、だからこれの今、今,今回、池田先生ゲストで僕がホ、じゃあ、ホスして、僕がゲスト役ですけど、えー、2週間後、さっきちょっと字幕出ましたけども、2週間後には、えー 僕がホストになって、で次ゲスト、えー、広島高大の杉田さんにゲストで来てもらって、今度僕が根掘り葉掘り聞く側になるんですが、うんうん、で今度、杉田さんが誰か指名してゲストになって来てもらって、っていうのを各週で、えー、もう個々に勝手な内容を聞いていくのがこれから各週で続いていくっていうのがこのチャンネルの意図ですと。でその中に、今の立ち上げメンバーの中でも回していくんですけども、外部の人も、外部っていう言い方するとうち内外で作っちゃうんですけど、 とりあえず今、立ち上げメンバーじゃない、いろんなジャンルの人もたまに呼んできて、外から見て、これ何のこっちゃわかんねえよとか、どういうことなのみたいなこともどんどん突っ込んでもらうというのをどんどん入れていくっていうのが、まあ、どんどん面白い人を呼びたいですよね。これでこのリレータイアの中で面白い、どんどんあの話聞きたいと僕も思ってるので、はい、あのこの YouTube のコメント欄のところに、俺に喋らせるとか、うん、この人に出させろと <laughs> そういうのもありっていうことよね。 もちろんそれ求めたいですよね。外から見てよくわからんとか、建築と建築情報が何言ってんだこの野郎みたいなのを、どんどん批判、批評も含めて、こうあってほしいも、もちろんほ、ね、しいところですよね。本当にそうですよね。まあ、あの、えっ、ー、と、でも結構お仕事も忙しくて、えっ、ー、と、あれでしょ、いろんなそういう中で、こういうビジョンを持って外に出ていくと、逆に、えー、今の日本の世の中の、 建築情報学的なことに対する理解度ってどうですか分かってもらえますかいや、まあ、分かってもらうのに、大抵3か月か六6か月、一緒に仕事して、なんとなくイメージ共有できるぐらいの、すごく漠然として広い世界なので、それだけ時間かかるってことだと思うんですけども、うん、でもやっぱ本当、この2年ぐらい、産業とか、他のジャンルが、こういうスマートシティって言われるものの、この言葉とか概念の薄さは置いておいて、 うん、ここに感じている社会のニーズとか、なんかそっち行かなきゃいけないんじゃないかっていうことの中に、まあ、漠然とこういうことをなんかやらなきゃいけないんだけど、それが見えないもどかしさっていうのは、ものすごく感じるので、それを僕らがもうちょっと体系化して、解きほぐして、どこをきっかけにするとここがつながるのかみたいな、地図を書いてあげるっていうのは、ものすごく求められてるし、非常なブルーオーシャンだと思うんですね、まあ、万博なんかまさしくそうだよね、あのトヨレさんも関わられた。だからはい 多分、ああいうところでなん,かなんとなく求めている人は多いけどもじゃあ何がやりたいのか何が大切なのかっていうことはまだまだ未知数でそういうことのためにも建築情報学会、ね、新築情報学っていうのは意味があるんじゃないかっていう。例えばグーグルがこの前トロント撤退したとかやのみんな研研学学言うんですけどあれをロジカルに読んで評価できる体系とか人って今いないじゃないですか。うん スーパーシティ法案通るとかいう話でもあれも読むとまあ中スカスカですよね。うんうん、あれをちゃんと体系化できてグランドビジョンを与えられるいわゆるグランドな意味でのアーキテクトみたいなものが今社会に求められてるんだと思うのでそれをちゃんと建築の世界からよりそこ外側のアーキテクトをちゃんと出してあげる責任があると思うんですね。学学問ののののの普及っていうのは学会ってていいううは会ものの一番の えと役割だだと思うんだけど建築情報学っていう学問の普及という役割がそれなりにあるんじゃないかっていうことですよね。それをなんか僕らも担うというとおこがましいですけど、少しでも刺激を与え私に担るかどうかは、まあ、あの分かんないですけどね、でもまあ確かに、えー、っとそれでぜひ大きな意味を持ってほしいと僕も思います。えー、さてじゃあちょっと 来週の予告だけ最後にしてくださいよ。再来週です、再来週。再来週か。一応、これ、各週で行うので、こう毎週、各週の木曜日10時から同じ時間帯で30分限定で続けていく予定です。で、その時は僕がホスト側に座って、えー、杉田さんに最近、もう怒涛のように面白い活動を投げ込まれているので、その辺ちょっとほじくって、ほじくって、ほじくってみたいと思いますので、でね、よろし,くし僕は視聴者でこう見てます はい、あでもう一個、すみません、ちょっと1分だけ伸びちゃうんですが、<laughs> はい、今、この告知のロゴですね、ドットでできているロゴ、これ,れこれ、実はですね、学会としてまだ立ち上がってなくて、発注できないのに、えー、ロゴのデザインとメインの、えー、ロゴマークをお願いしたら、快諾して、僕らが発注する前にもうできていたっていうのを作ってくれたのは、実は所さんで、えー、これね、あ<ー>すごい。 オリンピックのロゴマークのところさんですよそうこれね、今、これだけ見てると分かんないかもしれないですけど、単純な2つの丸のルールだけで、えー、曲線とも角,角だけでも取れない、すっごいアルゴリズミックにアプリケーションやしやすいんだけれども、むっちゃ応用性高いみたいなロゴを作ってくれていて、えー、この辺ちょっとまだ権利関係せめ、えー、ちゃんと詰められてないんですが。<laughs> 切られた。<laughs> ままだつながってますあそうじゃあさっき最後までしゃべって。いやでもね、えっと、トイラさんは落ちちゃったみたいなので、トイラさんは多分バッテリーの方で30分で落ちたのかもしれないんで、あのじゃあ,あの今、えっと最後引き継ぎますけども、このロゴも含めて、えっと、いろんな。 応援を受けて我々これから頑張っていきたいと思ってますのでどうか再来週もお楽しみにしてください。どうもありがとうございました。